芝丸山古墳は東京都港区芝公園にある古墳。形状は前方公園墳。東京都指定史跡に指定されている。芝公園が所在する標高約16メートルの大地先端部に位置し、前方部を南南西に向ける前方公園墳である。築造は5世紀中頃過ぎとみられ、墳球長125メートルという都内では最大級の規模である。 江戸時代には公園部長が崩され広場になっていたと見られている。1892年3年間のヨーロッパ留学を終えた自然人類学者、坪井翔五郎は日本へ帰国する戦場、故郷の風景を思い浮かべていると芝公園内にある丸山の高さに不自然さを感じた。百九十八年に坪井が発掘調査をしたところ、 埴輪わや駅などの遺物を発見した。しかし公園部が削られたため埋葬施設は確認できず、発見された遺物も周囲の小型塩粉由来である可能性も否定できなかった。1925年6月6日の仮指定を経て、1952年4月1日に、として施設に指定された。1955年3月28日には、 都市定旧席に指定されたが、1979年3月31日に種別変更により再び東京都市定施席に指定された。ありがとうございます。